ニードルガンは針、あるいは小型の金属製の矢を玉からだとする銃である。日本語では単身銃と訳される。英語ではニードルガンのほか、ニードラー、フルチェットガン、フレッチャーとも言う。多くは SF に登場する架空の武器である。実在の兵器の場合、ニードルガンは水中銃を意味する。超高速で出された多数の針により対象を ボロネノのようにしてしまう破壊兵器である。強力なものでは超高質の針で金属さえもズタズタにしてしまう。また、綿ぼこりのように細かい針を出し、神経を破壊して死に至らしめる対人専用のものもある。針を射出する形式は様々に設定されており、高速の空気流に針を乗せるもの、レールガンのように電磁的に打ち出すもの、多数の針を 口紅のように固め、実砲として発砲するものなどがある。微小な弾を大量に打ち出す、三段銃の一種とも言える。アイデアとしては、アメリカのパルプフィクション SF に多く登場し、その影響で、日本では1980年代から90年代に、単身銃の登場する多くの作品が生み出された。多くのニードルガンは、可動部分を持たずに設定され、動いていくのは、 玉体のみである。例については、コイルガンやレールガンの甲を参照のこと。APS 水中銃と専用弾14世紀に始まる初期の夏季において、最初の発射物は川などにくるまれた手作りの鉄の矢であった。しかしながら費用がかさむこと、工業化以前の社会においては、手間暇がかかりすぎることから、やがて粗雑な石の弾丸にとって変わられた。 鉄矢が兵器として再び広く使われたのは第一次世界大戦において航空機から投下された投げ矢である。その後も矢を使った兵器はいくつか発明されたものの普及することはなかった。現在では市場の玉体を相談等に収め散弾銃やグレネードランチャーで使用できるフレシェット弾がある。また10センチほどの長さの矢を発射する。 水中銃も実用化されており、ニードルガンと呼ばれている。ヨハン・ニコーラス・フォンドライゼが1836年に開発したボルトアクションライフルの始祖となった銃もニードルガンと呼ばれる。これは弾丸と紙で包んだ創薬の間に雷管を挟み、創薬を貫いて針状の激震で撃発させる、方式からこう呼ばれるもので、針を弾からだとするものではない。 ニードルスケーラーという工具もニードルガンと呼ばれることがある。多数の針が前後に激しく往復し、対象に押し当てることで、サビや古い塗装を剥がすのに使われる。ありがとうございます。